溺れたような状態になってしまうということですね。はい、で、まあ、この時にもう全体に酸素がいかないので、もう本当に意識を失ってしまうということですね。それから、まあ、その時は、まあ、出ていくのも弱いになるわけなんですけれど、直接血液の中に酸素を送り、エクモ、血液の中に酸素を送り込むということですね。もう、まあ、エクモを使用しても助からなかった人も多いです。私が、まあ、芸能人も結構亡くなっておりますけれど、まあ、そういう人は、基本的に基礎疾患を持っている人が非常に多いということですね。次。これね。道路店舗ですね、道路施設ということなんですけど、大阪 の, 飲食店の割合は基本的に、まあ、6000店舗ぐらいがあるということです。そのうちの5000店舗ぐらいが、まあ、先ほどのステッカーを使用している。私も結構行ってる店でステッカーを貼ってあるんですが、そこはもうしっかりやってますね。やってるということは、お客さんに座ったそのソファーから机から全部アルコールで借りておりましたけれど、まあ、必要はないと思っているのに今は見てるんですけれど、私も最初の頃は、まあ、ニュースなどで、まあ、ご覧になったかと思いますけれど、俺はコロナやねとか言って来て、そのおちゃんが来てそこのところでカラオケなのかってやっぱりだと思うんですけど、女の子にメダルがメダルって俺はコロナに移したりみたいな感じになってて、その結局その方はなくなったんですけれど、その後で映ったのは、そのベタベタされてた女の子でもなく、入り口のソファに座った女の子が映ったということで、ね、ということを私は思ってたんですけど、そしたら電車なんか危ないじゃんと私は思ってたんですけれど、でもそれはちょっと違ったような、状況が違ったようなのがあるかと思います。そして大阪府のガイドラインなんですが、接触型感染対策を主軸に据えたという認証がちょっと免れない。ちょっとどうか、なんかちょっとずれてるんちゃうかな。我々から見ても、ちょっとずれてるんちゃうかなっていうんです。そして次、飛沫感染。それも、弾丸型巨大飛沫への対策ということですね。まあ、これはマスク等で補えるかと思いますが、まあ、ソーシャルディスタンス、パーティション。まあ、弾丸型、要するに唾の塊です。喋っててものすごい唾を飛ばされる方いらっしゃいますけれど、まあ、そういう方への対応ということというのが主な話としていないということですね。そしたら東京ではどうなるのかということです。この虹のマークですね。こういうところで、まあ、コロナウイルスの、まあ、感染拡大の防止中、先ほどの大阪におけるステッカーと同じようなものということですね。同じようなものが貼っておくということ、これも結局、まあ、手洗いの徹底とかマスクの着用とか、まあ、そういう、こういうのにチェックを入れて全部いけるよ、いけてるよということで、これが、まあ、発行されてるわけなんですけれど、発行されてるわけなんです、これ発行されてるわけなんです。その中にフィリピンパークというのがありました。フィリピンの姉ちゃんがお茶に対してこう、心寄せてあれば、あるいはこう、あれ、まあ、私は知りませんけど、そういうところで、これに果たして全部チェックがいけてるかどうかですね。2メートルなんて、そのお姉ちゃん2メートル離れておしゃべりもできない。ある程度も昔ありました、居酒屋じゃなくて、ヘラでこう、こう出してくるようなやつですね。そういうところ、そういうのしかできない状況ですね、この2メートルというのは。3密への対策という点は一番しっかり捉えられるのではないかと。3密はしっかり理解しやすい。しかし、ミスリーディングでもあるということ。なんで失敗するのか。はい、これが、2次のステッカーの集団感染。徹底の話ですが、その、まあ、先ほど言いましたようにフィリピンパブで、発生が起きたということですね。そういうのを見てみると、まあ、当然起きて当然みたいな状況ではあります。